さあ今度の配信カードはタケラフトということで、タケラフト、これはもう梅ブラって感じですね。そうですね、うん、何度も見たよ。お互い多分黒ブラにはあの普段参加してないと思うんですけど、はいはいはい、まあ、2周年記念ということで参加しておこうみたいな。まあどっちもトッププレイヤーなんで、そうですよね、レベル高い試合が。先ほども将軍選手がおっしゃっていたように、はい、将軍選手の推しメンということで、そうですね、ふとさんは強いっすわ。しかしカード的には魔女竜っていうと、はい、これあの前回のメブラで、はい、これ勝者で当たってて、はいはいはい、ふとさん勝ってるんですよね。うそうで、個人的なこと言うと、この勝者が次僕とっていう感じだったね。僕も後ろで見たんですけど、はい、なるほどなるほど。マリを使ってたはずです、確か、はいはい、で、なんだろうな、結構ウエスマ、ダッシュウエスマがガンガン当たる感じで、はい、うん、まあ接戦だったんですけど、割と太さん安定して勝ってるって感じでしたね、うん、意外と。撃墜技として、はい、空中技を振っていかなきゃいけないファイターに対しては、はい、竜側は肘ルイージが来ましたね。あ、で1戦目はルイージって、1戦目はルイージ、最近よく言ってます。はい、とりあえず出しとこうみたいな、はい、うわなんか出ましたね。ルイージ竜っていうカードはルイージ側の接近がやはり難しそうには見えるんですけど、なんとかジャストシールドでこじ開けていくんでしょうか。あ、これ2戦目以降もルイージだったかもしれない前。そうなんですか。あ、あっという間に軽く通って 54% 高いっすね。まあ、確かに竜側もこう掴みに対する、これは怪しいっすね、回避が間に合っている。なんか見ちゃいましたね。そうっすね、はい、どちらもそんなに不本意といったところ、ただ1ストック失っただけです、ね、はい、ちょっとこれあれですね、チームのランチームのチーム決めみたいな1ストで、ね、さあパーセントをリードされていた武田選手としては、はい、結構おいしい展開ではあると思うんですけど、まあもう完全おいしいとかイーブンですよね、完全にさあ肘見せて、怖い昇竜拳、これは変更怪しかったですね、今内側に横スマッシュ、珍しい技が見えた。しかしこうなってくると、ふとさんダッシュつかみ通すのうまいんですよ。うまいですね、はい、あのルイージってよく暴れるキャラなんで、はい、暴れ普段他の人暴れるところを暴れないでダッシュつかみ、ダッシュつかみ、ほう、やはり一番通したい行動を知っているといった感じですかね。上から空中しろ、気づいたら火力もほぼイーブン。これはこれはこれす、あ、展開ものにして次から昇竜で撃墜。キャラクターの方は変わってくるんですかね。イーブンマッチゲーミングって言われてますよ。言われてます ね, ますね。あのこの人は気にしなくていいです。普段から僕をからかう人なんで。あ、なるほど、はい、今日は言わなくていいんですか、イーブンマッチゲーミングは。あのなんか受けてるって分かって、はい、出すのダサくないですか。美学が、美学があるんですね。なるほどなるほど。ちょっと受けてんなって思って、はい、調子乗るの嫌いなんだ、はいはい、甘えないでいくと。あ、そうなんです、はい、なるほどなるほど。もう言わないですこれ。いいですね、効果ですね、お蔵入りです。さあステージはスマムラだが、このコンボに昇竜拳に割り込んで本当に格ゲーみたいですね。さあ掴み通って空中から空中前、火力高すぎる。さあ今もう撃墜見えちゃう。天才か。あ、ふとさん本当最大火力に対する嗅覚がすごいですよね、はい、今のウェイビーもそうですし、その一歩手前もちょっと相手が外出たところを下火メテオで落とそうとしたりとか、はいはい、結構その辺逃さずに殺せるとか殺そうっていう殺意の塊、うん、今のさあジャグで止めましたね。うますぎる、空前裏当てからコンボしましたもんね。空中前でちょっかいかけて、もうちょっかけつかまんで、ほらまだ外変更しているのでメテオの範囲外。さあふとさんルイージがだいぶ機能し始めてきましたね。し始めてますね。まあもともとルイージメインでやってらっしゃったんで、ここに来て使い込み復活といった感じでしょうか。うまいですね。このレベルになってくると絶対に肘からの昇竜も、肘から反転ダッシュ、はい、反転ジャンプ昇竜、
僕が竜のトレモとかしたとき反転勝利すら出ないのに、はい、よくやりますよね。いやー、武田さんは必須って言ってますね。必須、まあそれはそうですよね。反転ジャンプ、なんか、うん、あ、おっと、はい、火力としては人選手が圧倒的リードしているんですが、まだまだ何が起こるかわからない。回転を背負った展開、反転直、うまい。これはしっかり追撃に来たところに勝利を合わせて、さあこうなってくると上スマッシュの展開。さあ今の上スマッシュ怪しかったですね。怖いですね。リュウがジャンプしてたんで、はい、当たってもおかしくなかったっすね。さあこれは回避上がりギリギリ通る。さあ接近できない、空中しろ。さあこれは早めに追撃がジャンプして前投げ。さてそしてたらこ取りありか、これはか盛り上がってましたけど、有賀さん勝ったのかな。やっぱりギャラリーがいますね。いや、リトルマックの勝利リザルトが見えますね。なるほど。多分惜しいとこで負けて悔しがってるって感じですね。なだれ込むといった感じですかね。アリカさん今日はいい試合してくれましたね。はい、配信台でね。そうですね。取れ高あったんで。さあ3試合目ステージは終点。さあこの出し掴みですね。あれ意外と避けれないんですよね。はい、出始めだけ加速しますもんね。そうですね。ついって格上抜から、うえー今のはジャスが狙って狙ってましたね。狙って入れ込んでるはずなんですよね、はい、そうですよね。さすがに反応で出してたら嘘だろって言いたくなりますよ。いや本当に最大リターンに関する嗅覚ってその言葉の通りですよね。すごいですね、これ。いや本当に彼強いんですよ。強いですね、はい、しかもあのルイージでこう、はい、結構伸び悩んでた時期があってマリオにキャラ替えしてたので、ルイージで勝ってる姿を見れるのは非常に嬉しいものがありますね、はい、しかし武田選手も負けずとね、昇竜で今結構難しい着地がやったんですけど、はい、あの強気に通しましたね。通してそう上手かったですね今。さあ展開としては目まぐるしく変わっているためどちらが優勢とも言い切れない。いや一気に火力取りましたね。これ取りましたね。しかしまあルイージ側もこのように一撃当たれば、はい、火力につながってくるので、まあウェビーあるんで、はい、そうですよね。先ほどのウェビーがあるんで甘い空中技の差し込みは、いや今の怖え。これはさあこれお互い差し合いの段階、お互いブレーキモーションをうまく使います。あーっと引っかかったー置いていたー掴みに対して、こわこわ昇竜。一度目良かったんですけどね。そうですね。ちょっと、本当になんか、もったいない、振動を現るって感じだったんですけど。まあ、ストック取り返してからのリードの取り方が、武田選手、巧みだったので。